1990年、千葉県で行方不明だった小学6年生の男児が遺体で発見されるという事件が発生しました。優しいおじさんがいる、お母さんより大切な人だと言い残し、母親と喧嘩した後、家で3日後に捜索願いが提出され、事件に巻き込まれた可能性を考慮して2週間後に公開捜査へ切り替わるも、その5日後利根川で遺体となって見つかります。発見現場は警察官が思わず立ち尽くすほどの光景。持ち出した衣類やランドセルも見当たりません。少年を手にかけた人物は誰なのか、彼はなぜ命を奪われなければならなかったのか。今回は子どもの心が利用された優しいおじさん事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。1990年3月18日午後12時20分ごろ、千葉県我孫子市を流れる利根川に架けられた栄橋下流約 1km の地点で、東京都文京区在住、千葉県船橋市立宮本小学校6年の宮城拓真君、当時12歳がうつ伏せの腐乱遺体で発見されました。前裸で足首をビニールと黄色い紐できつく縛られた状態、左腕にも輪っか状にしたビニールと白っぽい布が絡まっていました。司法解剖の結果、亡くなった原因は水に溺れたこと、左肺に約 500cc、 右肺に血液が混じった約 150cc の水が含まれるも、川の水に含まれる植物性プランクトンが検出されなかったことから、風呂や洗面台の水に顔を押さえつけられて絶命、足首の縛られた部分に生活反応がないことから、手にかけられた後縛られ利根川へ遺棄されたのでしょう。亡くなった推定日は2月25日から3月4日までの間、太ももと後頭部に皮下出血が存在し、足以外にも縛られた跡や傷が確認されています。発見場所は緩やかな流れの川岸、国道4号線からは約500メートルの河川敷が存在するため、土手から川まで降りて行きした、あるいは栄橋から投げ捨てたのかもしれません。では事件発覚までの経緯をお伝えします。拓真くんは4年生の時に両親が離婚して母親に引き取られ、千葉県船橋市宮本に丁目にある2階建ての借家で暮らしていました。母親の都合で1989年12月から1990年1月あたりに東京都文京区へ転居。この引っ越しは仕事の関係とされていますが、噂によれば母親と交際相手の都合によるもの、卒業も近かったことで転校はせず電車通学します。東京都文京区から小学校までは距離にして約 29km、 電車の所要時間は約1時間です。そのため今までは友人と遊べましたが、帰宅に時間が費やされ、拓真くんは学校が終わるとすぐ下校する生活へ変化、以前のように自宅へ友人を招くこともできません。そして当初良好だった親子関係は6年生になった頃から荒れ始め、東京へ引っ越した後無断外泊を5回行っています。同級生はリュックサックやビニール袋に衣類を詰めて登校する姿を目撃しており、体にあざを作って帰ってきた日があったものの、母親が訪ねてもどこで過ごしたか話しませんでした。親子の溝が深まっていた2月17日土曜日、学校帰りに友人宅へ立ち寄った拓真くんは午後1時過ぎに今から帰ると電話、その後友人に500円を借り、1時30分ごろいつも通り JR 東船橋駅近くで別れましたが、なぜか電車には乗らず約 1.8km 離れた船橋駅へ徒歩で移動し、午後3時30分に自宅へ帰宅した際は唇が倍以上に腫れ、体中に引っかき傷があったほか、足にも縛られた跡と口から頬にかけて猿ぐつわで縛られたような跡が確認されています。当然のことながら友人と別れた時点では傷もありません。船橋駅から東京都文京区へは電車で1時間ほど、友人と別れたのは1時30分、帰宅時間である3時30分から差し引くと、彼は1時間の間に怪我を負わされたことになります。驚いた母親が問い詰めると、拓真くんは学校でつけたと嘘をつき、それ以上は答えませんでした。それどころか逆ギレして暴れ出す始末。困った母親は交際相手に連絡し、彼に頼んで警察官のふりをして事情を聞いたところ、優しいおじさんと昨年12月末に知り合っておごってもらった。おじさんは船橋市のララポート近くに住む30歳から40歳ぐらいの人、1月に部屋の鍵も渡された。
と証言。この言葉はカセットテープに15分ほど録音されています。新聞の報道によれば、おじさんは西条と名乗る人物で、車で送ってもらったこともあるそうです。母親は拓真くんの傷の腫れが引かないため、2月22日木曜日まで学校へ欠席する旨を連絡。そして22日の夜、再び傷について聞くと、家を出ていく、優しいおじさんがいる、お母さんより大切な人だと反論して親子喧嘩へ発展。しかし翌23日午前4時ごろ、3月17日の卒業式に出れば文句ないんだろうと答えられ、その場はひとまず落ち着きました。しかし午前6時30分、母親が拓真くんを起こしに行くと、彼の姿はなく、ランドセルも消えていたのです。これまでの家出から2日ほど様子を見て、失踪から3日後の2月26日に捜索願いを提出。けれど3月17日の卒業式にも姿を見せることなく、冒頭でお伝えした事件へつながり、2005年に時効を迎え未解決事件となりました。続いて不審な電話についてご紹介します。拓真くんが失踪する前、無言電話が何度もかかってきました。母親がその電話を切ると、僕にかかってきた電話じゃないのかと問い詰められたことがあったそうです。おそらくこの電話相手が彼の言う優しいおじさん。拓真くんは母親が仕事へ行っている間に、その男と連絡を取り合い、男は母親が電話に出たら身元を特定されないよう無言を貫いたのでしょう。次に優しいおじさんの正体へ迫ります。ここではネットから拾った情報とジャーナリストが取材したものを含めお話ししますが、証明できる証拠は存在しないため、憶測の可能性もあることをご了承ください。報道されていませんが、拓真くんの遺体には猥褻行為を受けた跡が確認されました。つまり犯人は少年に対する歪んだ欲望を持った人間。優しいおじさん S とは、駅あるいは利根川河川敷で偶然出会い仲良くなりました。 S は資産家の息子で無職、両親を早くに亡くした40代の男で、写真を趣味にしています。そのためカメラマンを装って拓真くんへ近づき、寂しそうな彼に、子供や動物の写真を撮ってるんだけど、うちまで見に来ない？と自宅へ誘いました。しかし拓真くんは警戒心を持ったまま、そこで、君の写真も撮りたいんだ、君なら絶対にかっこよい写真になる、うまく撮れたら君にあげるよと話し、自宅へ連れ込むことに成功。最初は普通に写真を撮るだけだったのですが、僕は帰る場所がないんだ、ここに泊めてほしいという拓真くんの言葉に、 S の欲望が暴走して、要求も少しずつエスカレート。彼が抵抗せず S を受け入れたのは、居場所のない絶望感を味わっていたため、何も考えられなかったからでしょう。ただしロープを持ち出された時、初めて抵抗し、もう耐えられないと拓真くんからは彼を切り出します。2月17日 S を利根川河川敷へ呼び出したまでは無事だったのですが、最後だからと猥褻行為に及ばれ、力いっぱい顔を水面へ押さえつけられ命を奪われました。司法解剖による植物性プランクトンが検出されなかったから、別の場所で手にかけられた見解も否定できず、いずれにしても彼は窒息したことで息絶えたのです。当時の社会情勢から考えると、1981年に船橋ヘルスセンターの跡地へララポート東京ベイが開業、1987年に船橋アンデルセン公園の前身であるワンパク王国が開園しており、1980年代から船橋市は町の開発が加速していたため、もしかしたら S の家は土地を売ったことで資産を形成していたのかもしれません。もしくは船橋市宮本8丁目の高級住宅街に住んでいた可能性も想定されます。現在は一般的な住宅街ですが、1933年には海浜別荘住宅地として売り出され、1000坪を超える屋敷も建てられたと記録されています。または同市内宮本6丁目の東船橋緑地周辺、この辺りは戦前に印刷会社や用紙卸業社長の別荘が建てられたことで知られ、昭和初期に区画整理、ある程度の資産を持った人が集まっていました。そのため古くから祖父母が関係していたとすれば、S の居住地だったとしても否定できません。なぜなら宮本8丁目からララポートまでは距離にして約 2.8km、6丁目からは約 2.3km、どちらもララポート近くという条件に該当します。
ただしたくまくんが通っていた小学校は宮本7丁目、東船橋駅から南へ約950メートルです。船橋市宮本8丁目は総武線の北側。彼は2月17日船橋駅まで歩いたと言われているため、S は小学校と船橋駅の間にある、宮本6丁目の東船橋緑地周辺に住んでいたのではないでしょうか。もちろん資産家という情報を鵜呑みにすればの話で、当時警察もなんとなく気づいていましたが、相手は資産家で様々な方向から圧力をかけられたという情報まで飛び交っており、どこまで捜査していたのかわかりません。しかし全く関係なければ、噂に上がらないので、容疑者の心当たりは持っていたのではないでしょうか。最後に拓磨くんの心情を考察します。ただしあくまでも憶測なので詳細は明らかではありません。借家に住んでいた頃、彼は母親が仕事で遅く帰っても2階から嬉しそうに駆け下りてくる子供でした。これは隣に住む大家さんが足音を耳にしているため間違いありません。ところが母親に交際相手ができてから親子関係も荒れ始めました。相手は若い男という情報ですが、一部では37歳になる会社経営者とも言われ、この辺りの確実な情報はありません。しかし交際相手が家を訪れる週末は居場所がないと感じ、いつもどこかへ出ていく状況だったそうです。母親には拓磨くんを放置している自覚もなかったかもしれませんが、彼は敏感に女性に戻った彼女を感じ取り、自分はこの場にいない方が良いと思ったのではないでしょうか。小学6年生の子供が5回も無断で家出を繰り返す。唇が腫れ上がるほど怪我を負って帰ってくるのは普通ではありません。何かあったのではないかと心配し、学校や警察へ連絡してもおかしくない。ましてや4日間も欠席させなければならない怪我なら、病院へ連れて行くなど何らかの対応を取るでしょう。しかし母親はこれらにアクセスせず、交際相手に助けを求めた。S との関係が事実であれば、たとえ恋人に警察官のふりを頼んでも本当のことを話すわけがない。彼が心から求めていたのは母親との穏やかな生活で、もっと成長すれば交際相手に理解を示すかもしれませんが、両親が離婚して約1年しか経たない思春期の少年が、母親の交際相手と良好な関係を築くのは困難です。無論拓磨くんの心に寄り添う相手であれば、家出せず S のような人間に出会ったりもしなかったでしょう。実際どのような雰囲気だったかは分かりませんが、彼はどうしようもない孤独を抱えていた。そこへ S が現れ、絶望感に苛まれた空白の心を支配したのではないでしょうか。優しいおじさんがいる。お母さんより大切な人だ。と言い放ったのは拓磨くんの反抗心から漏れ出た言葉で、その裏にはお母さんは僕に優しくないから、もっと僕を大切にしてほしいという心の叫びが含まれていたのかもしれません。S は当時30代から40代、2024年現在は80代から90代です。すでに亡くなっているかもしれず、もはや過去の罪を裁くこともできません。どれほど立派な肩書や資産を持っていようとも、裏の顔は全く別。S のように歪んだ心を隠し、ターゲットを狙う犯罪者は存在するので、耳障りの良い言葉を並べる人間にこそ警戒しましょう。甘い誘い文句には煽られず冷静さを取り戻してください。この事件は子供が巻き込まれ残念な結果に終わっていますが、このような犯罪が減ることを願うばかりです。宮城拓磨くんのご冥福を心からお祈りいたします。1972年、東京都にあるホテルで歯科医師の女性が、命を奪われるという事件が発生しました。発見された部屋は完全な密室。遺体は手にかけられた後、わいせつ行為を受けており宿泊者全員が容疑者。現場から犯人のものと思われる指紋も採取されていますが、特定には至っていません。なぜ彼女は狙われたのか、犯人はどのような人物だったのか。今回は、女性歯科医師の隠された裏の顔に迫る、第一ホテルジョイ事件を解説します。まずは事件概要からご説明します。1972年6月26日午前9時、東京都港区新橋にある第一ホテル新館3階の304号室で、熊本県八代市在住の歯科医師、キリさん当時37歳が遺体で発見されました。発見時彼女はベッドで全裸状態、上から黄色いパンタロンやワンピース、ショーツが被せられ、
体内には犯人の体液も残されていました。別の情報によれば倒れていたのはベッドではなく絨毯の上と報じられていますが、情報が古くどちらが正しいかは確認できません。遺留物から分析された血液型は O 型、さらに T さんが所持したハンドバッグの留め金には犯人のものと思われる指紋も付着し、ベッドやバスルームを使った形跡はなく、ドアノブには起こさないでくださいのカードがかけられた完全密室状態。司法解剖の結果、亡くなった原因は首を絞められたことによるもので、抵抗した形跡があり、全身の皮下出血も確認されています。胃の内容物から亡くなったのは食後1時間から2時間後と判明し、警察は彼女の行動履歴と照らし合わせ、犯行は6月25日午後7時30分から午後8時30分と発表しました。 T さんは医療器具の購入に現金50万円と小切手16万円を所持していたものの、それらはフロントに預けられ奪われていません。しかしハンドバッグに入れていた現金は盗まれています。隣と真下の宿泊客は助けてという叫び声を聞いていますが、男女関係の演出と思いフロントや警察には連絡していませんでした。では事件発覚までの経緯をお伝えします。6月24日、 T さんは東京で行われる歯科医師講習会に参加するため、熊本から2人の男性歯科医師と共に上京。講習会を受けた後、6月25日午後7時に3人で西銀座の焼き鳥屋で夕食。その時お酒を飲みましたが、30分後 T さんは気分が悪いから先に帰ると告げ、一人でホテルへ戻りました。同行者の2人はその後映画館へ行ったものの、男性歯科医師 K さんは午後8時30分に俺も気分が悪いと伝え帰ります。もう一人の男性歯科医師 B さんがホテルへ戻ったのは午後11時過ぎ。焼き鳥台を清算しようと彼女の部屋をノックするも返答はなく、翌26日の朝、男性歯科医師の2人で再び彼女の部屋をノックしましたが応答せず、不審に思って従業員に部屋の鍵を開けてもらったところ、冒頭でお伝えした事件へつながるのです。続いて警察から注目された容疑者をご紹介します。宿泊者全員が容疑者だったことは事実、その中でも疑惑が向けられた1人と彼女の交友関係をたどって浮かび上がった3人、合わせて4人の容疑者に絞られました。1人目は同行した歯科医師 K さん。彼は午後8時30分ごろホテルへ帰り、 T さんが亡くなったと思われる時間のアリバイが証明されていません。ただし K さんの血液型は B 型で、犯人の体液とは一致せず捜査線上から除外されました。2人目は不倫相手の歯科医師 C さん。彼は T さんが卒業した大学の2年先輩で東京で開業しています。彼女は6月24日に上京しているものの、同行した2人とは別の飛行機に搭乗しホテルへ向かいました。この時不倫相手の C さんとロビーで待ち合わせて、午後6時に六本木の高級レストランへ行き、深夜0時まで一緒に過ごしています。同行者2人にはおばの家へ行くと嘘をついていますが、 C さんの血液型は遺留物と一致していません。3人目はダンス相手 D さん。T さんは上京したと吉千代田区有楽町のダンス教室に通うことにしており、今回の東京行きにも教室のチケットが用意されていました。ところが D さんにはアリバイがあり、時間的に犯行は不可能。4人目は東京にある歯科大学の元教授 A さん。ただし A さんが怪しいと情報提供した女性は、過去に結婚詐欺のような仕打ちをされ、警察に密告することで彼の居場所を突き止めようとした虚偽が確認されています。次に彼女の生い立ちをお話しします。 T さんは熊本県天草市で石灰卸売業を営む家に生まれ、裕福に育ちました。高校は八代市にある白百合学園へ進学。1953年九州歯科大学に入学しています。学生時代から異性関係も奔放で、卒業後は真面目な男性と同棲していましたが、男性は2年後に自ら命を絶ちました。1961年天草市五所浦島にある荒口診療所に勤務。その時ダンスホールで和久田建設のトラック運転手だった E さんと出会い、事件が起こる9年前の1963年に結婚。両親に反対されましたが、 E さんが婿養子に入る形で落ち着き、夫はトラック運転手を辞めて歯科技工士見習いに転職しています。
そして1971年に歯科医院を設立。イーさんは妻の下で働き、家事も担当していた状態ですが、夫婦仲は良く、二人の間には小学3年生の長女と1年生の長男が存在していました。近隣住民によれば、いつもミニスカートを履く派手な印象で、挨拶もせずヒステリックな感じだったと。歯科医志向集会ではこう一点、金張りの靴を履き、ファッションには気を使っていたそうです。女性は結婚したら家庭に入ることが当然だった時代、専門職の仕事でお金を稼ぎ、趣味のダンスや不倫を楽しむ、隠された私生活はメディアの話題になると同時に、被害者にも落ち度はあると揶揄した記事が多かったことを踏まえれば、警察が見落としていた事実もあったのではないでしょうか。そもそも警察は公的機関、時代の流れに連動して捜査しますが、折しも専業主婦が当たり前だった1972年、不倫の果てに命を奪われた女性の事件を真剣に捜査した確証はないでしょう。もしかしたらある程度の証拠は並べられるものの、絶対的な証拠を集められず、迷宮入りさせたと言えなくもありません。犯人は誰なのでしょうか。ここからは容疑者とホテルの構造を中心に考察します。遺体に残された体液の血液型と一致しないからといって、容疑から外すのは時期尚早。当時の鑑定技術を踏まえると、どちらも誤っていた可能性がある。仮に鑑定は間違いないとして、アリバイの裏取りは確実ではなかったかもしれません。現に不倫相手の歯科医師 C さんを事情聴取したとき、 T さん、何のことですかね。ああ、第一ホテルのね。卒業以来会っていないし、状況も知りません。大学でもほとんど知らなかったし、全く関係ない人と話しており、3年前から不倫関係だったという現実と矛盾します。おそらく不倫が明るみになると都合が悪いので関係ないと言ったのかもしれませんが、当日高級レストランで食事する姿が確認されており、重要参考人であることには違いないのです。歯科大学の元教授 A さんは関係ありませんが、一緒に講習会へ出席した K さんのアリバイは不確実で、ダンス相手 D さんはアリバイが成立していますが、どのような内容か不透明。一つ手がかりと言えるのは、 T さんが宿泊した新館へは本館1階にあるロビーを通らなければならず、フロントには常時10人程度の従業員が配置され、複数の警備員もホテル内を巡回していました。しかし不審人物は目撃されていない。不特定多数の人が出入りするため、宿泊客を装えば入り込むこともできます。ただし明らかに場違いと思われる人物は印象に残るため、従業員や警備員の記憶にないのであれば、犯人は歯科医志向集会に参加した人物、あるいは講習会とは関係ない宿泊客だったのではないでしょうか。例えば K さんの部屋は彼女の部屋の向かいにあり、位置的には最も行きやすい。宿泊客であればフロントを通らずとも彼女の部屋へ足を運べる。現在ホテルの廊下やロビーに防犯カメラが設置されていますが、当時は普及していませんでした。そのため誰が訪れたか確認できず、捜査も難航したのです。警察は T さんがホテルへ戻る前に果物を購入したことに着目し、犯人を自ら部屋へ招き入れたことや、遺体に衣類がかぶせられたことで顔見知りの犯行と判断しました。もちろんこれらのポイントから深い関係の男性を想像できますが、顔見知りイコール不倫関係の男というのは単なる先入観に過ぎず、これまで深い関係になくとも何度か講習会で見かけ行為を抱いていた男かもしれません。犯人は変わった思考の持ち主だったのではないでしょうか。最後に犯人像を深く掘り下げます。気になるポイントは、亡くなった後わいせつ行為を受けていたこと、憶測の息を出ませんが、体液が残されたのは亡くなる前だったとすれば、 T さんと関係を持ったことになり、その後手にかけなければならないほどのトラブルが発生したから犯行に及んだ。しかし目的そのものが彼女と関係することにあるのであれば果たされており、よほどのことがない限り命を奪うところにまでは至らない。科学的根拠に基づいて亡くなった後体液が残されたと考えれば、彼女が犯人と関係を持ったのは自らの意思によるもので、男が首を絞めたのは男女関係における好みの一つ。犯人は女性が苦しむ表情に高揚する思考を持っていた。そのため T さんへの恨みから犯行に及んだわけではなく、
自分が求める快楽の演出として首を絞めた。その行為で彼女が亡くなるとは思わず、欲望を果たした後で気づき、罪悪感から遺体に衣類をかぶせ、オートロックのドアを閉めて、完全なる密室を完成させたのではないでしょうか。このような思考を持っていることは、一見しただけでわかりません。ましてや当時から歯科医師は、社会的ステータスも高く、他に政治家や教師、弁護士や官僚など肩書きを聞いただけで、信頼性の高まる客が滞在していれば、いくら宿泊客全員が容疑者であったとしても、これほどの立場の人が罪を犯すわけがないと素通りし、なんとなく違和感を抱いても、事情聴取で徹底的に追い詰めることは行わないでしょう。そのため犯人は行きずりの男や不審者ではなく、ある程度社会的地位のある人物と受け取れます。なぜなら T さんは不倫相手を選んでおり、男なら誰でもよかったわけではありません。無論まだ知られていない相手もいると考えられますが、2人目の容疑者となった C さんは司会し、高級レストランへ連れて行ってくれる自分と同じような地位を求めています。3人目の容疑者である D さんはダンス相手、職業は不明ですが、わざわざチケットを買ってダンス教室へ通う日常から考えると、少なくとも生活に困窮しておらず、趣味にお金を費やせるほど経済的に潤っていたと想定できる。夫は元トラック運転手で、不倫相手とタイプも違いますが、非日常を味わうなら、思いっきり遊べる相手と関係性を持ちたいと考えた。だとすればあの日、彼女が招き入れた男もステータスの高い宿泊客の一人だったかもしれません。アリバイを証明できない歯科医師の K さんも疑わしいですが、彼は B さんと共に熊本へ帰り、1週間ほどショックで仕事を休んだという情報があり、首を絞めながら関係性を結ぶ思考とはつながりません。他の3人も血液型や指紋の特徴が遺留物と一致しないため、あくまでも犯行状況を挙げるなら、犯人は T さんに思いを寄せた、異常性の高い思考を持った男でしょう。ただし2002年に時効を迎えており、もう法的に裁くことはできません。発生からすでに50年以上経過しているため、犯人が亡くなっている可能性は否定できないものの、犯した罪は永遠に消えることなく、思考も簡単に変わらないので、別件で逮捕され、社会から排除されている可能性もあります。この事件は迷宮入りしていますが、警察は立場や肩書きではなく、本人の人柄を精査してほしいと願うばかりです。Tさんのご冥福を心からお祈りいたします。2009年、新潟県で路上に停車したタクシーから、運転手の遺体が発見されるという事件が発生しました。司法解剖の結果、亡くなった原因は首の左側を刺されたことによるショック性のもの。車内にあった売上金や財布が奪われ、運転席にもたれかかった状態で、目撃情報はほとんどなく犯人逮捕には至っていません。最後の客はどこへ消えたのか、警察の捜査はどこまで進んでいたのか。今回は、情報提供を募る未解決事件、新潟市タクシー運転手事件の真相を追います。まずは事件概要をご説明します。2009年11月1日午前1時30分ごろ、新潟県新潟市東区空港西1丁目の路上で、山陽タクシーの運転手、阿部次男さん当時63歳が、血を流して亡くなっているところを発見されました。第一発見者は阿部さんの同僚。タクシーは料金メーターが、前日の10月31日午後11時から1時間支払い状態だったため、不審に思った社員が GPS で位置情報を確認し、車両を捜索していたのです。車は高さに10センチメートルの歩道へ左前輪を乗り上げ、エンジンがかけられたまま、ヘッドライトとハザードランプも点灯した状態でした。料金メーターへ表示された金額は約2000円。車両の左側には高さ約60センチメートルの植え込みも存在し、客を降ろす目的で停車させたわけではなく、この現場で命を奪われたと推測されています。彼は首の左側を刺された以外にも、体の後部や左側に複数の傷があり、犯人は料金支払いを装って車を停車させるよう求め、スピードを緩めた段階で後部座席から犯行に及び、売上金2万5000円の入ったセカンドバッグと使用の財布を奪ったのです。では犯行に至るまでの経過と、判明している事実をお伝えします。
11月1日午後10時40分ごろ、安倍さんは JR 新潟駅南口から若い男を乗せました。20分後の11時、現場近くの新潟市東区空港西1丁目に向けて走行。11時30分にはハザードランプが点滅した状態を近隣住民によって目撃されています。駅前の防犯カメラには犯人と思われる男の姿が映っており、乗務記録の最後にも男一人と書き残されていました。奪われたセカンドバッグは現場北側の牛街道中央公園に捨てられており、東へ約500メートル離れた路上には財布から抜かれたカード類が散乱。残念ながら当日は雨で足跡の採取もできず、警察は防犯カメラ映像を公開するも、犯人につながる有力な目撃情報は挙げられていません。金銭目的の犯行と思われますが、安倍さんの妻はスナックを経営しており、貸し店舗も2軒所持していました。彼が滞納された家賃の回収を手伝っていたこと、タクシー運転手としての売り上げも多く、怨恨による犯行ではないかという見解も浮上しました。新潟県警は2024年7月まで上限300万円の捜査特別報奨金制度を適用、延長するかどうかは不明ですが、何か気づいたことがあればご協力ください。続いて犯人の特徴をご紹介します。男の年齢は犯行当時10代から20代、これを16歳から29歳と仮定して、現在は30歳から43歳くらいと想定されます。身長約165センチメートルで、服装は黒っぽい上着に白い日本線の入った黒いジャージズボンを身につけ、サンダルを履いていました。手にはビニール傘と黒い手提げバッグを持ち、現場から東へ逃走したと思われるので、土地勘のある人物が濃厚でしょう。男はどこへ向かったのでしょうか。ここでは地理的環境から検証します。犯人がタクシーを降りた現場は国道113号線から北へ向かう通り、スーパーマーケットの脇になります。ここから牛街道中央公園へ向かい、セカンドバッグ、東側に500メートルほど離れた桑名病院前の路上にカードを投げ捨てた。公園から病院前は徒歩で約8分。警察の見立て通り東へ逃走したと仮定すると、田畑の並んだ細い道へつながる。ただしそれをまっすぐ行くと新潟県警機動隊の施設にあたる。いつからその場所にあるか明らかではありませんが、もし東へ逃走したことが事実であれば、警察施設の前は避けると考えられるので、手前で南下したのではないでしょうか。犯行時刻を踏まえると、移動は徒歩か車に限られる。犯人が現場から東へ逃走したのは、その方向に向かうべき理由があるからで、付近に自宅があった、あるいは桑名病院の南側にある駐車場へ車を止め、そこから自分の車で逃走したとも考えられます。そこは月決め駐車場とスーパーを訪れたお客様専用駐車場となっており、スーパー駐車場の出入り口にはチェーンもありますが、壊せば中へ入れます。しかしそうなると、この場所に車を止めて約6キロメートル離れた新潟駅まで向かわなければなりません。タクシーへ乗ったのは午後10時40分なので、1時間40分ほどかかると試算して、遅くとも9時には出発することになる。午後9時はスーパーの閉店時間、駐車場のチェーンをかけに訪れた従業員が残っている車に気づき、何らかの情報が挙げられてもおかしくない。思い切ってスーパーの正面駐車場という方法もありますが、そこまで出ると国道113号線沿いとなり、いくら真夜中でも人目を避けたい男としては選ばないでしょう。だとすれば犯人は徒歩で帰宅、付近に自宅がある、もしくはかくまってくれる友人や恋人の家があったのではないでしょうか。なぜなら遺留品が発見された現場周辺は住宅街、当時はもう少し家も少ない状態でした。新潟空港へ向かう人を除けば、ほとんど足を運ぶエリアではありません。話題の飲食店や大きなエンターテイメント施設も整備されておらず、その地域へ行く人は周辺に住んでいる、または用事があって知り合いの家を訪ねたというくらいしかないのです。次に犯人像へ迫ります。公開された防犯カメラ映像通り、おそらく犯人は当時10代から20代の若い男で間違いありません。2022年末までに930件の情報が寄せられていますが、有力なものはなく、犯人は安倍さんを刺した時に返り血を浴びている可能性もありますが、後方から刺しているため、
付着したとすれば上半身が中心で、たとえわずかに血痕のついた足跡が残っていたとしても、みぞれ混じりの雨に流されたと考えられます。計画的に狙ったわけではないものの、新たに公開された映像では品定めするような素振りもうかがえる。そのため偶然安倍さんが運転するタクシーに乗り合わせたのではなく、犯行に都合の良さそうな車両を選んでいたのかもしれません。安倍さんの傷は全て幅3センチメートル以下ですが、決定的な頸動脈への傷は深さは5センチメートルに達しており、確実に命を奪おうという意識を持って犯行に及んでいます。ただしわざわざタクシー強盗を企てて新潟駅を訪れたりするでしょうか。男は午後10時40分にタクシーへ乗車していますが、その時間帯であればコンビニや居酒屋なども営業しています。しかしコンビニや居酒屋は人目につきやすい、他の客が存在するかもしれない。タクシー強盗であれば人通りのない場所へ向かえるし、相手と1対1であればたとえ抵抗されても対応できる。そう思いついたのかもしれません。男はいつもナイフをバッグに忍ばせていた。この背景を踏まえると犯人は内面が弱く、自己肯定感の低い人物でしょう。自分の腕力に自信を持てずナイフを持ち歩く。刃物を所持するのは護身用であったとしても違法です。それを分かっているからこそ、バッグに隠し持ち、触ることで心を落ち着かせていたのだとすれば、新潟駅を訪れる前の段階で、理不尽な思いを強いられていた。何らかの不利益を被り、不満を抱えていたのではないでしょうか。そして自分は悪くない。悪いのは全て周囲の人間。そう他人を責めることで自分を正当化して生きてきた。もしかすると自分の有能さを確信したくて、事件を起こしたのかもしれません。売上金を奪ったのは単なるついで、タクシーの売上はそれほど高くありません。お金だけが目的であれば、もっと他の犯罪を実行したでしょう。自分には大きな事件を起こせる力がある。これまで嘲笑っていた奴らを見返してやりたいという気持ちから、狙えそうなタクシーを探し、その場の思いつきで行動したのではないでしょうか。最後に一つ、捜査の進展状況と今後の展望をお話しします。タクシーは毎日座席のビニールシートを付け替えます。そのため警察はシートに付着した指紋を採取しており、それは今もなお厳重に保管されています。防犯カメラ映像は鮮明ではなく顔も明らかではありませんが、歩き方を鑑定する歩容認証を使えば、疑いある人物との照合は可能です。現在も捜査中なので鑑識活動の成果は発表されませんが、ある程度の情報は集まっているのではないでしょうか。捜査に支障をきたす恐れがあり、世間への公表は見送るとしても、証拠となる指紋の DNA は残されています。男はこのまま逃げ通せると思っているかもしれませんが、事故を起こせば記録されるし、日常生活で不審な行動を続ければ、目をつけられる。捜査網は全国に張り巡らされ、組織的に追い詰められるので、これから先の長い人生に安心材料は存在しません。動画に取り上げることで捜査を妨げるのではという意見もありますが、ここで解説していることは、すべて公表されているので、犯人に情報を与えたことにはならないと考えられます。犯行当時は若く、現在30代から40代であれば、何らかの SNS を利用している。警戒して何も使っていない可能性は捨てきれませんが、今は高齢者でもインターネットを使用する。スマホのカメラ性能も上がっている。多くの人が写真や動画を撮影できる。これほど利便性の高い社会において、最後まで逃げ切れるという算段であれば、その油断に必ず足元を救われるでしょう。なぜなら人間はミスを犯す生き物、どれほど警戒心を働かせたとしても、それを一生続けることはできません。自分のことはできる限り他人に話さない。飲み会には参加しない。人の集まるところへ行かないことを徹底したとしても、罪を犯した時は若く、この先の人生はそれまで生きてきた3倍以上。加えて資産家でもなければ、働いてお金を稼がなければならない。仮に結婚して子供を授かったとしても、人の命を奪った事実を突きつけられる。もともとナイフを隠し持つような器の小さい男が、自然に人生の幕が下りるまで、誰にも気づかれないよう振る舞うのは難しいし、100% 大丈夫と強気で過ごせるわけがありません。指紋の付着を避けるため、
仕事や病気以外で手袋をはめるなら明らかに不審。極端に写真撮影を避けるのも不自然でしょう。さまざまな手続きはオンラインでもできますが、生きている以上は病院や利用院を利用するし、スーパーやコンビニでも買い物します。現役世代であることからストレス発散に、気分転換の旅行へ出かけるかもしれない。ですが男の行動には全て逮捕へつながる証拠が含まれ、些細なことでも注目を浴びれば、そこから過去が掘り返される。二度と日本の土を踏まない覚悟で海外逃亡した可能性もありますが、今の世の中は見逃してくれるほど甘くありません。犯した罪は永遠に記録されるので、そう遠くないうちに過去の過ちを清算しなければならない日が訪れます。男は謝罪するチャンスを自ら捨てたことになり、残り30年以上ある人生の時間は罪を背負って生きていかなければならない。それは想像以上に厳しく険しい道のりで、塀の中へ入った方が安全に身を守れるかもしれない。もうすでに何らかの原因で命を落としている場合もありますが、生きているとすれば、これから長い時間をかけて苦しみが浸透することになり、罰を受けておらず、穏やかに人生を終わらせることさえ許されません。この事件は未解決ですが、いくつかの手がかりも残されており、犯人が逮捕されることを願うばかりです。阿部次男さんのご冥福を心からお祈りいたします。2005年、神奈川県にある公園の雑木林で、女性の遺体が発見されるという事件が発生しました。遺体には目立った外傷が存在せず、着衣の乱れもありません。しかし首を絞められた跡が確認され、3日前から行方不明になっている主婦と判明。若い男性の目撃情報もありますが、犯人逮捕に至らず18年以上経過しています。彼女と一緒にいた男は誰なのか、女性はなぜ帰宅途中に公園へ立ち寄ったのか。今回は、台風の夜に巻き起こった未解決事件、横浜市続く鴨池公園内女性事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。2005年8月28日午前8時38分、神奈川県横浜市、続く枝東3丁目にある鴨池公園鴨池ランド北側の雑木林で、女性の遺体が発見されました。鴨池ランドとは、まん丸広場の通称で現在の子供ログハウスが建てられている付近、新横浜元石川線の東側に位置し、メディアでは雑木林と報じられていますが、正確には竹林保護区にある竹やぶです。第一発見者はジョギング中だった当時71歳の男性。連絡を受けて駆けつけた警察官により捜査され、身元は3日前の8月25日から行方不明だった、デパート勤務の岡島陽子さん当時48歳と判明。夫は子供たちから、お母さんが帰ってこない。と聞かされ警察へ相談し、近隣住民と共に周辺を捜索していたところだったのです。司法解剖の結果亡くなった原因は、首を絞められたことによる窒息で、推定時刻は25日午後6時頃、遺体はうつ伏せの状態で折り曲げられ、上から伐採された笹と10本ほどの間伐材がかぶせられていました。現場から約50メートル離れた草むらには、陽子さんのトートバッグが落ちており、携帯電話や財布は見つかっていません。事件直前、彼女が若い男と一緒にいるところを見たという情報が寄せられ、現場付近で目撃された男のイラストを公開し、2016年までに延べ約3万2000人の捜査員を投入するも、手がかりは存在しておらず、未だ未解決のままなのです。では彼女の足取りをお伝えします。陽子さんはいつも自転車で通勤していましたが、事件当日の朝は台風が接近していたことで、夫の車で職場へ送ってもらいました。しかし帰りは自分で帰宅するから、迎えに来なくても大丈夫と話しています。彼女は公園から1キロメートル離れたデパートにパート従業員として勤務。このデパートは横浜市営地下鉄センター南駅から約200メートルにある港北東急百貨店、現在の港北東急ショッピングセンターで、自宅は職場から公園を挟んで2キロメートル先にある公営欅ヶ丘住宅の一つです。本来であれば午後6時頃まで勤務する予定でしたが、デパート側が台風接近に伴い、従業員の帰宅時間を切り上げたので5時15分に退社しました。午後5時30分、同僚と続き郵便局前で別れ、住宅街を歩きながら鴨池公園へ向かいます。
5時45分ごろ犬を散歩させていた主婦が陽子さんを目撃。歩いたルートは確認できないものの、公園へ向かったのはおそらく近道のために通り抜けようと考えたからでしょう。大通りを歩くとどうしても信号に引っかかる。台風が近づいているから早く帰りたいと思ったとしても不思議はありません。そして公園を突っ切ろうとして犯人と出会い、事件に巻き込まれたのです。次に目撃された男の特徴をご紹介します。身長170センチメートル前後の痩せ型、年齢は不明ですが黒髪の若い男、白または透明のビニール傘を差し、襟付きの白いシャツと白い T シャツ、黒や紺、茶色や灰色系のハーフパンツを身につけていました。この男を見たのは午後5時45分ごろ。陽子さんと思われる女性が話しかけられ、一緒に公園の奥へ歩いていったと。その際に男が彼女の自宅方向から歩いてきたため、息子ではないかと疑われました。陽子さんは当時夫を含め大学生の次男と高校生の三男を合わせた4人暮らし、そのため息子2人がちょうど目撃情報と重なり、犯人かもしれないという目が向けられたのです。続いて地理的環境から検証します。その前に一つ、公園内であれば早く発見されると思われがちですが、当日は台風接近で人通りがなかったことに加え、現場近くで首を吊って自ら命を絶った案件もあり、そのエリアに近づく人はほとんど存在しませんでした。さらに遺体はスーツケースに入れられていたという情報が流れているものの、神奈川県警のサイトにスーツケースの情報は全く掲載されていません。本当にスーツケースが使われていたのであれば、犯人の遺留品に該当し情報提供を募る意味で表示されるはず。しかも2人を目撃した主婦から男がスーツケースを持っていたと証言されておらず、これは別件の情報が錯綜していたと思われます。遺棄現場は竹林保護区に設けられた遊歩道から50メートル下った場所、数十メートル先に東屋があり、この東屋から現場まで遺体を引きずった痕跡も確認されました。陽子さんは公園南口から入り、まん丸広場前に到着。午後5時45分ごろ、犯人に話しかけられた後、2人で東側の東屋方向へ歩いています。まん丸広場前から東屋へ向かう遊歩道は、うっそうとした竹やぶに囲まれ、落ち葉も積み重なる狭い道。そのため公園を利用する近隣住民、もしくはこの場所を訪れたことのある人でなければわからないでしょう。犯行現場は東屋、そして東屋から移動する経路に脇で作られた階段があり、平坦な道で遺体を引きずり、階段に到達して持ち運べなかったため、途中から投げ落とした、あるいは現場まで引っ張って放置したのかもしれません。逃走経路も明らかではありませんが、東に向かえば生活道路へ出て、いくつかの民家が立ち並ぶ場所にたどり着く。西に移動すれば、欅ヶ丘住宅へ続く道、犯人が最初に歩いてきた方向を踏まえると、西へ逃げたと推測されます。現場から公園の外へ逃走するにはいくつかの分岐点があり、土地勘がなければ迷ってしまう遊歩道であることから、間違いなく何度も公園に訪れた経験を持つ男です。当日はどのような天候だったのでしょうか。ここでは気象条件から考察します。冒頭でもお伝えした通り、8月25日は関東地方に台風11号が接近していました。この台風は8月19日午後6時にマリアナ諸島北西の海上で発生し、2日後の21日に中心気圧930ヘクトパスカル、最大風速50メートルへ達しています。8月25日に北東へ進路を変え、翌26日は神奈川県南東部にある三浦半島を通過、午前4時30分に千葉県へ上陸しました。そしてそのまま東に進み、鹿島灘から太平洋へ抜け、8月28日には温帯低気圧に変わっています。台風の勢力は事件当日となる25日午後6時までに965ヘクトパスカルへ衰えましたが、国土交通省の報告によれば、走行水量は神奈川県足柄下郡箱根町で528ミリを記録。元箱根にある温泉施設は破損、湯本中学校体育館の屋根も吹き飛ばされる被害が確認されました。横浜市は大きな被害を受けていませんが、都筑区の総雨量は180ミリを超え、停電や交通機関の乱れにより多くの人が影響を及ぼされています。前置きが長くなりましたが、25日正午から午後1時までの降水量は1時間に 23.5 ミリ。陽子さんが公園へ向かっていた時間はもう少し緩やかだったと考えられるも、
経営者側の判断で帰宅時間を早めたのであれば、雨足も強かったのかもしれません。だとすれば彼女を襲った男は、わざわざ台風が接近している最中に犯行を実行した。犯人にとって嵐の中で人の命を奪う行為は、心の奥に芽生えた悪意を増長させるし、いつもと異なる雰囲気で、気持ちも高ぶっていたかもしれません。不謹慎を承知で言えば、台風が訪れていたからこそやり遂げる決意を固めた。周囲は台風への対応で混乱している。今日なら誰にも注目されないだろうと思い立ったのではないでしょうか。そうでなければ台風接近中に外出はしません。ほとんどの人は大雨の中外へ出たくないと感じます。もちろん仕事でやむを得ずでなければならない場合や、台風の雰囲気が好きという思考もありますが、それでも一般的には外出しない方が多い。そこをあえて外に出たのは、強盗目的でターゲットを探していたからでしょう。その証拠に陽子さんの財布は奪われています。犯人は何者なのでしょうか。ここからはこれまでの情報を整理して考察します。逃走経路の推測から、欅ヶ丘住宅方向へ向かったのであれば、息子が怪しいと思われがちですが、彼らは犯人ではありません。確かに息子であれば油断してまん丸広場から東屋へ足を運びますが、息子であるならなおさら目と鼻の先にある自宅へ帰ろうと促すでしょう。仮に家族に聞かれたくない話であったとしても、家の中に入らず屋外の玄関先や駐車場、自宅に近い飲食店など込み入った内容を話せる場所はあるし、台風接近中に伝えなければならない話でも、雨が降りしきる中仕事で疲れた母親に寄り道をさせ東屋まで誘導するでしょうか。強く降っていたのであれば途中で石畳が終わり遊歩道はぬかるんでいるし、できれば室内で話したいと思うはず。それにもかかわらず陽子さんが男についていったのは、巧みに嘘をつかれ東屋へ誘導されたからではないでしょうか。あくまでも憶測になりますが、急病人がいるから助けてくださいと言われれば、台風接近中で大変な時にどうにかしてあげなければと使命感に駆られたかもしれません。彼女は接客業なので、困っている人を放置できなかったとしても不思議はなく、救急車を呼ぶにもとりあえず様子を確認しなければと現場へ向かった光景は想像できる。ましてや周囲に誰もいなければ自分が行くしかないと判断しても自然です。人によりますが、目撃情報から犯人は170センチメートル前後と言われているので、当時15歳から19歳くらいの人物でしょう。年齢は文部科学省の学校保健統計調査から予測したのでこの限りではありませんが、服装から考えると母親に衣類を買ってもらっていた、または兄のお下がりを着ていた中高生のイメージに当てはまります。もしかしたら初めは脅してお金を奪うつもりだったけど、陽子さんはひるまなかった。顔を見られたから手にかけるしかないと思い実行したのではないでしょうか。携帯電話を持ち去ったのは彼女がとっさに犯人の写真を撮影し、その証拠を消すためだったという仮説も成立するでしょう。彼女と男には接点が存在せず通話履歴もありません。そのため携帯電話から身元をたどられる可能性は極めて低い。正しき貴品だから持ち去ったという理由も浮かび、素早く微弱電波をたどっていれば逃走経路の割り出しにも少しは役に立ったと考えられます。無論陽子さんは東急百貨店に勤務していたので、犯人が一方的に彼女を知っていた場合もありますが、お金を奪えるターゲットを探して偶然見つけたと解釈することもできる。一月になるのは欅ヶ丘住宅へ続く道から歩いてきたこと、それを軸に置けば同じエリアに住む顔見知りだったという説も捨てきれません。いずれにしても男は逃走に成功したのです。最後に犯人のその後を想定します。男は陽子さんを手にかけた後、何食わぬ顔で自宅へ帰りました。家族は不自然さを感じながらも台風対応に追われ深く考えなかったと思われます。そして平然と暮らして成人し、家庭を築いたのではないでしょうか。他人を騙して命を奪っても名を捕まらないのは、犯人にある程度のコミュニケーション能力があり社会に溶け込める性格だからかもしれません。もしくは社会と断絶された貧しい生活で両親も犯罪者なら、あの事件の犯人が我が子と気づいても出頭させず警察と関わることを避け彼を擁護した、はたまたそれをきっかけに窃盗を繰り返すようになり、これまで逮捕された人物の中に犯人が存在するかもしれない。窃盗と人の命を奪った罪では量刑に大きな差がある。
だから窃盗は認めても陽子さんの事件については口を割らなかったという見解もあります。当時は未成年で少年法に守られましたが、犯人は今30代くらい、罪を犯せば実名を晒されると知っているので目立つ行動はしないと考えられるでしょう。自らの犯した罪を償わない限り絶対幸せにはなれないし、必ず裁きを受ける日が訪れると思われます。この事件はあまり情報もありませんが、新しい手がかりが発見されることを願うばかりです。岡島陽子さんのご冥福を心からお祈りいたします。2015年神奈川県で放火された民家から包丁が刺さった遺体が発見されるという事件が発生しました。焼け跡から見つかったのは刺し傷がある女性。司法解剖の結果、亡くなった原因は頭蓋骨骨折に伴う脳挫滅と判明。煙は吸い込んでおらず、手にかけられた後放火されたと判断され、現場近くの防犯カメラには不審人物が映っており、6時間ほど前、近くのアパートで男性会社員が襲われる事件も起こりました。2つの事件は同一犯の仕業なのか、犯人の目的はどのようなものだったのか。今回は人口約2万3000人の町を震撼させた湯河原放火事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。2015年4月21日午前6時ごろ、神奈川県足柄下郡湯河原町宮下に住む平井美恵さん当時66歳の自宅から出火。30分後に消し止められましたが、木造平屋建てが全焼し、焼け跡からは頭部や顔に数十箇所の刺し傷と鈍器で殴られた後、右頬に包丁が深く刺さった遺体が発見されました。着衣に乱れはなく、長袖の上着とスパッツ姿、寝室のベッドに仰向けで横たわり、頭まで布団をかぶせられた状態です。火元はリビングでポリタンクと石油ストーブが置かれていました。遺体は DNA 鑑定で美恵さんと特定され、亡くなった時刻は4月21日午前5時ごろ。防御創はなく寝ているところを襲われた後火をつけられたのでしょう。包丁から指紋は検出されず、自宅は鍵をかけられた状態、お金の入ったポーチも手つかずのままでした。さらに午前5時過ぎ、現場近くのパチンコ店にある防犯カメラに美恵さん宅から出てくる不審人物 A が映っており、出火する1時間前の午前5時ごろ、JR 湯河原駅の防犯カメラにも A が記録され、その一つは改札口を通って駅構内のエスカレーターでホームに向かう様子が確認されています。この事件から遡ること6時間前の4月20日午後11時15分から50分ごろ、同じ湯河原町土井にあるマルテンビル2階のアパートへ当時61歳だった男性会社員 B さんが帰宅。鍵をかけず寝ていると突然鉄パイプを持った男が侵入し、あんたの命をもらうと告げられました。 B さんがどこのものだと尋ねると、男は地元のものだと答え、それに対しお前みたいなのは珍しくない、そんなものをいちいち通報しないから帰れと話すも、男は俺の両親は俺を産んですぐ捨てた、金は金持ちから奪えばいい、俺はガキの頃からをやってんだと一方的に話しかけられたため、10分ほど諭します。男は部屋を見回した後、あんたから取るものはないな、あんたには同情するよ、でもあんたを手にかけないとダメなんだと言い、部屋の鍵を要求。 B さんがカバンに手を入れた次の瞬間、鉄パイプで後頭部を2回殴打され、振り返って男を取り押さえるも逃走される事件が発生しました。 B さんは30針以上縫う重傷を負いながらも命は無事です。その時男は手袋の代わりに靴下を手にはめる異様な光景だったと言われています。 B さんは帰宅途中、不審な男が道路脇の電柱からアパート方向を見ている姿を目撃していました。一度目があって変なやつだなという印象を持ったそうですが、まさかその男が自分を襲ってくるとは思っていなかったのでしょう。警察では美恵さんの放火と同一犯の可能性を視野に入れ捜査を継続、2023年までに延べ3万2000人の捜査員を投入して1万279人から話を聞くも有力な手がかりはなく、引き続き情報を求めている状況です。では防犯カメラに映った A の特徴をお伝えします。年齢は20代から30代で、身長170センチメートルの痩せ型、
黒っぽい上着とズボンを身につけ、フードをかぶっています。青いチェック柄の紙袋を持ち、黒いリュックサックを背負っていました。2019年に茨城で父親と母親を手にかけ、長男と次女を負傷させた岡庭義行に似ていると噂されていますが、岡庭は2011年に起こした連続通り魔事件で医療少年院送致となっており、満期出所したのが2018年なので、今回の事件には関与していません。仮退院していたのではという指摘もありますが、仮退院は家族の協力や更生保護施設のサポートなど再犯の可能性がなく、仮退院相当であると認められなければかなわないため、岡庭には該当せず全くの別人と考えられます。 B さんの証言によれば、男はグレーのパーカーを着てフードをかぶっており、タオルのようなもので口元を隠していたそうで、長さ50センチメートルから60センチメートルの鉄パイプを持っていました。防犯カメラに映る A と服装は少し異なりますが、 B さんは深夜に襲われ見間違えた可能性も高く、年齢や雰囲気は同じで、特徴も似ていることからほぼ同一人物と推測されます。続いて考察を含めた事件経過をお話しします。ただしあくまでも憶測の域を出ていないことをご了承ください。 A は湯河原町在住。俺の両親は俺を産んですぐ捨てた。という言葉通り、家庭環境に恵まれず、児童養護施設や友人宅、公園などを転々として暮らしていたかもしれません。なぜ自分だけがひどい目に遭うのか、こんな生活から抜け出したいと社会への不満を募らせていたある日、民家の裏や工場の敷地で鉄パイプを目にして犯行を思いつきます。しかし手袋はなかったので、指紋を隠すために靴下で代用。そして4月20日の夜、桜木公園周辺でターゲットになりそうな B さんを発見。確認するとビル2階の明かりがついていない部屋へ入っていく。しかも一人暮らし。この男を手にかければ今夜の寝床は確保できると考え襲ったのではないでしょうか。しかし失敗に終わったことで、西へ約200メートル離れた桜木公園に戻り、鉄パイプを捨て、人が動き出す時間になる前に湯河原駅へ向かった。犯行をしくじったことに苛立ちを覚えた A は、駅西側約200メートル手前にある三重さん宅に気づき、4月21日午前5時前、彼女の命を奪い、自分の痕跡を消す目的で火をつけた。そして湯河原駅から午前5時45分発東京方面行きの電車へ乗車、そのまま逃走したと考えられます。三重さんの自宅と B さんのアパートは距離にして約350メートル。彼女の家を狙ったのは、玄関に手すりが取り付けられており、人目で体の不自由な人が住んでいると分かったからかもしれません。彼女には軽度の知的障害があり、足も不自由で車椅子生活でした。10年前から自宅近くにある障害者支援施設、湯河原町地域作業所タンポポへ通い、縫製や袋詰め作業に従事していたのです。消防隊が到着した時、玄関ドアのガラスが一部破損していたことから、おそらく A はガラスを割り、鍵を開けて玄関から侵入したと思われます。鍵をかけて逃走したことから、B さんに鍵を要求したのも金銭目的ではなく、手にかけるつもりだったからでしょう。午前5時45分発の電車へ乗ったという見解は、湯河原駅における上下線の発着時刻から警察が割り出したものです。ただし可能性が高いというだけで絶対ではありません。防犯カメラに映った紙袋やリュックは男の着替えを入れたもので、 B さん襲撃時は所持していなかったことから、三重さんの持ち物かもしれません。次に A の不可解な行動を検証します。男は子供料金で切符を購入し乗車。子供料金の切符で改札口を通るとエラー表示されます。改札機には赤外線で身長を計算するシステムが装備されており、瞬時に判別できる。しかし A が改札口を通った際は駅員に呼び止められず、乗り込むことに成功しました。ただし鉄道会社によってランプ表示やエラー音の注意喚起は違い、現在は別の不正防止策が取られているかもしれません。当時は単にシステムに不具合があった、もしくは駅員が見落としていたかもしれず、実際のところは分かりませんが、降車予定とみられる駅のカメラに同一人物は確認されませんでした。つまり男は電車の中で着替えた。早朝の電車であればほとんど乗客はおらず、
素早く済ませれば誰にも気づかれなかったでしょう。子供料金の切符を買ったのは安く済ませたかったから、あるいは改札口で止められることを知らなかったから。いずれにしても想定以上にうまく進み、逃走を果たしたのです。もしかしたら降車予定の駅ではなく途中下車したとは考えられないでしょうか。なぜなら三重さん宅から出火したのは午前6時ごろ、消し止められたのは6時30分ごろ。この消火活動中に北総へ見ながら火災現場から立ち去る上下グレーのウィンドブレーカーを着た不審な男が目撃されており、この人物が A である可能性もあるからです。灯油をまいたのが午前5時前であることはほぼ確実でしょう。どのようにして放火したかわかりませんが、防犯カメラに映った時刻も5時ごろ。まいた量や周囲の環境から火はついたものの小さくなった。しかし完全に消えることなくくすぶり続け、6時ごろに勢いよく出火。逃走時刻と出火時刻の間に1時間の差が生じたのはそのためで、 A は火災現場を見るために途中下車、戻るつもりだったから子供料金の切符を買ったのではないでしょうか。これで整合性は取れますが、全て仮説なのではっきりした証明ではありません。 A はなぜ見ず知らずの人を狙ったのでしょうか。ここからは犯人の動機に迫ります。ただしこの分析も憶測の範囲とご理解ください。犯人が B さんに、あんたから取るものはないなと話した通り、 A は B さんの部屋を訪れたこともなく、二人には面識がありません。そのため B さんがターゲットに選ばれたのは偶然でしょう。しかし襲撃を受け、お前は誰だではなく、どこのものだと聞いており、犯人に問いかける言葉としてはあまり使われません。飛躍した推理かもしれませんが、 B さんには狙われる事情が存在したからこそ、お前みたいなのは珍しくない、そんなものをいちいち通報しないから帰れという言葉に続いたと受け取れます。だからといって A との接点は見つかっておらず、なぜ B さんを襲ったのかは判明していません。三重さんを手にかけたのはネガティブな感情からでしょう。傷は頭部や顔に集中しており、頭から布団をかぶせていたというのは顔見知りである場合が多い。無論遺体を見たくないという気持ちからかぶせただけとも言えますが、右頬に包丁を深く突き刺す残虐性から考えると強い恨みを抱いていたかもしれず、彼女は何気なく口に出した言葉でも A にとっては許せない状況で、最初から三重さんが足の不自由な一人暮らしの女性と知っていたからこそ、湯河原町を去る前に始末しておこうと犯行に及んだかもしれません。 A と彼女の接点も不透明ですが、施設のイベントで知り合った、または訪問販売や保険のセールスなどを断られ逆恨みした。年齢から想像すると彼女は A の母親だった、もしくは A が勝手に生みの親と思い込んでいたのではないでしょうか。もちろんもともと冷酷な性格だったから実行できたのかもしれませんが、ただ手にかけるだけなら胸部や腹部を刺せば終わります。無抵抗で寝ている高齢女性を執拗に突き刺し命を奪うなど、よほどの恨みがなければ成立しません。6時間前の犯行は失敗したから、どうしても誰かを手にかけたい、心の奥に溜まった鬱憤や不満を晴らしたいという衝動を抑えきれなかった解釈もありますが、玄関に手すりが取り付けられていても、それは他の家族が使うものかもしれない。この家に住む住民は高齢女性一人だから抵抗されない。たとえ湯河原町民だとしても玄関前を通っただけですぐ判断できるでしょうか。このことからも三重さんは A を知らなくても A は彼女の存在を知っていたと考える方が自然。警察が防犯カメラ映像を公開したのは事件発生から1年後です。そのためたとえ A を目撃していたとしても、世間は新しい事件に注目し記憶が薄れます。どのような理由で公開が遅かったのか知る由もありませんが、情報の集まりが鈍いのは早朝に起こった事件であることのほか、警察から発表される情報の少なさが手がかりを減らしているのではないでしょうか。この事件は防犯カメラ映像から様々な意見も出ていますが、犯人逮捕につながる有力情報の発見を願うばかりです。平井美恵さんのご冥福を心からお祈りいたします。1996年、栃木県にある竹やぶから男性のフラン遺体が発見されるという事件が発生しました。履いていたズボンのタグに名前が記載され、
ブレザーを着た身なりにもかかわらず、靴は履いていない。大量の虫歯も治療されず放置されたままで、警察は周辺の聞き込みを続け、2020年までに延べ8万人の捜査員を動員するも、身元は判明していません。男性は一体誰なのか、彼の身に何が起こっていたのか。今回は、謎の多い未解決事件、栃木県身元不明男性遺棄事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。1996年4月21日午後1時20分ごろ、栃木県芳賀郡市貝町たたらにある竹やぶから、男性 X のフラン遺体が発見されました。第一発見者は近くの中学生。いつも竹やぶ横の町道を通学し、2週間以上前からその場所へ放置された布団袋に気づいていたものの、4日前の4月17日は学校帰りに、友達と棒でついて柔らかかったため、痛いかも、と言いながら中身を確認しなかったのです。そして事件当日、部活帰りに通りかかると袋の2箇所に裂け目を見つけ、広げてみると土色の手が見えた。さらに異臭も漂う。そこで恐ろしさからその場を立ち去るも、再び戻ってきたところで、近隣住民と出会い事情を話して警察へ通報。駆けつけた警察官により遺体と確認されました。では遺体の特徴をお伝えします。X は年齢40代から50代の男性で、身長182センチ体重58キロの痩せ型、襟にかかる程度の直毛で血液型は O 型、紺のブレザーに灰色のズボン、灰色のワイシャツにアランドロンの柄入りネクタイを身につけ、クリスチャン・ディオールのハンカチを持っていました。ズボンのタグに、隣、山本と記されていたものの、靴は履いておらず、歯槽膿漏と上下2本の前歯とも抜け落ちていましたが、目立った外傷はありません。原因は判明していませんが、亡くなったのは1ヶ月以上前と鑑定されています。千葉県内のクリーニング店に店舗が、そのズボンを扱ったかもしれない。と名乗りを上げ、捜査員は2日後の4月23日午前10時30分から12時まで、千葉県千葉市は若葉区にある JR 津賀駅前でチラシを配布。6日後の4月27日に発見現場の市貝町と隣接する茂木町で、着衣を掲載したチラシを配布しましたが、身元につながる手がかりは得られません。続いて地理的環境から検証します。芳賀郡市貝町は人口約1万1000人、栃木県南東部に位置し、およそ事件を連想させないのどかな町です。竹やぶは真岡鉄道たたら駅から東へ約850メートル、近くにたたら沼と呼ばれる約2ヘクタールのため池が存在し、近くには3軒の民家もある。沼ではなく、発見されやすい竹やぶへ遺棄したのは、犯人が土地勘を持っていなかったからではという見解も示されました。さらに厳密に言えば遺棄現場は竹やぶの奥ではなく、道路沿いから見える竹やぶの脇で、布団袋は道路との境に捨てられています。たたら駅は1955年の開業時から無人で、利用者は1日100人を満たしません。そのため人目を避けて、このエリアを選んだように受け取れるものの、周辺には山や森、谷や窪地など、もっと人目につかない場所は存在する。それにもかかわらずこの場所に遺棄したのは、隠す必要がなかったからではないでしょうか。おそらく犯行現場は、遺棄現場を中心として車で1時間程度、半径 30km から 40km 圏内にあると推測されます。もちろん道の混雑具合によりますが、遺体を早く始末したかったから、発見されても構わない竹やぶは気に遺棄した。X と自分の接点は特定されない自信があったから、目に留まった場所へ捨てたのでしょう。ただし遺棄したのは真夜中で、辺りは街灯もなく真っ暗。だから奥まで入れず、竹やぶの脇に放置したとも言えますが、近くに民家があることを踏まえると、気づかれることは恐れていなかったと判断できます。例えば名乗りを上げたクリーニング店、千葉県千葉市は若葉区と市原市にある2店舗を念頭に置き、千葉県内で手にかけられたと仮定しても、高速道路経由で 150km 以上に及ぶ道を2時間30分かけて運ぶでしょうか。千葉県内であれば琵琶湖に次ぐ大きさの、霞ヶ浦や山間部の多い南房総など行き場所には困らない。わざわざ栃木県の竹やぶまで運ばずとも済みます。その場所へ捨てたのは警察の見立て通り、犯人が土地勘を持っていなかったことに加え、
一刻も早く X を手放したかったからとしか説明がつきません。それからもう一つ、布団袋はたたらじ地下が設置したゴミステーション近くにありました。ゴミステーションは現在150メートルほどに新設されていますが、当時から設けられていたとすれば、ゴミとして収集されることを期待していたのでしょう。だとすればゴミステーションの存在を知っていた土地勘ある人物の仕業とも考えられますが、布団袋とゴミステーションの正確な距離は不明なので、偶然見かけた、この場所に捨てたと考える方が自然です。次にズボンのタグについて考察します。記された文字がクリーニング店で書かれたものかどうかは確定していません。しかし昔は返却する衣類を間違えないようタグにマジックで名前を書くことも珍しくなく、特に経営規模の小さな個人店であればなおさらよくある話という情報があるので、山本というのは返却する顧客の名前と考えて差し支えありません。もう一つはカタカナ表記で隣とありました。しかも書き込まれた位置はもともとある品番と印刷された文字の横で、比較的スペースのある場所に横書きです。対して山本は左端の狭いスペースに押し込まれる形で書かれた縦書き、隣の意味はクリーニング店の横に住む山本さんというメモだった。もしくは最初の持ち主が山本さんで、途中から隣さんに譲られたから書き足した可能性もあります。いずれにしても書き込みは広いスペースから使うと考えられるため、先に書かれたのは山本で、後から書いたのが隣という言葉でしょう。 X は手にかけられたのでしょうか。ここでは亡くなった原因から推察します。発見された時点で遺体の状態は悪く、原因を特定できていませんが、警察は命を奪われたものとして捜査しています。発表されないだけで、もしかしたら首を絞められた跡が確認された、頭部に鈍器で殴られた跡があったなど、何らかの事実も存在したかもしれませんが、そうであれば報道されるはず。当然のことながら亡くなった X が自分から布団袋に入ることはできないため、遺棄されたことは間違いありませんが、それをもって手にかけられたとは断定できません。なぜなら衰弱や低体温症によって絶命したとも考えられるし、自ら命を絶ったとも言える。亡くなった原因には関与していないものの自分が疑われる、または葬式の費用を持っていないなど、様々な理由から遺棄したかもしれない。司法解剖すればわかると思われがちですが、実際に解剖したという情報は存在せず、解剖したとしてもあまりに状態が悪く特定できなかったのではないでしょうか。思想脳漏から考えると、 X は健康保険を使えない立場、あるいは歯医者へ行くのは面倒だから拒否した人物になります。大量の虫歯を治療せず、前歯の上下も抜け落ちた状態なら痛みを感じたかもしれず、身長182センチで体重58キロという特徴から歯の状態が悪く、まともな食事を取れなかった、全額自費で賄うのは難しいためそのままだったのではないでしょうか。身元が判明しない理由についても想定します。普通の暮らしを営んでいれば、家族や職場から捜索願いが提出されるでしょう。無論家出したまま放置するケースもありますが、警察が呼びかければある程度の情報は集まりますけれど、 X に関してはどこからも有力な情報提供が寄せられていません。つまり彼には家族が存在せず、働いてもいなかった、多重債務による一家離散や住所不定のホームレスだった。だから照合する資料がなく、身元不明のままなのではないでしょうか。だとすればホームレス同士の喧嘩で亡くなった可能性は否定できませんが、亡くなった原因に明らかな第三者の痕跡は確認できず、その見解も薄いと言えます。発見された服装や持ち物を前提にすると、大企業に勤めるビジネスマンのような雰囲気もありますが、服は以前のものかもしれず、警察のポスターには挑発直毛と記され、襟にかかる程度だったという情報から、長期間散髪してなかったと受け取れる。社会人として働くなら身なりは絶対なので、 X が無職だったことは間違いありません。警察はクリーニング店周辺の聞き込みをしたものの、全くの空振り。ズボンのタグから顧客名簿をたどって該当する山本さんを探したと考えられますが、手がかりを得られなかったのは山本自体が偽名、もしくは山本ではなく
別の意味だったとも捉えられます。隣という文字ははっきり書かれていましたが、山本という文字は完成型として表示されておらず、山の字は不鮮明で左半分が存在しません。そのため人によっては山本ではなく四本と書かれているようにも見える。書かれた文字を山本と発表したのは右半分から連想しただけ。タグは古く左半分が消えただけで、本当に山本だったかもしれませんが、名乗り出たクリーニング店の顧客名簿に条件とあった山本さんがいれば、身元が判明していてもおかしくないでしょう。古すぎて顧客名簿は手元に存在しない。そもそも名簿を作成していない可能性もありますが、1996年当時で182センチメートルの男性なら、名簿はなくともクリーニング店従業員の記憶に残っても不思議ではなく、それらしい情報が出ていないことを振り返ると、 X が直接お店に持ち込んだのではなく、ズボンを持って行ったのは別の人物だったという結論へたどり着く。そしてその人物は過去一緒に暮らした妻だったかもしれません。そうであれば妻からの捜索願いもありえますが、誰からも出されないことを考えると、その時すでに離婚していた内縁の妻だから婚姻届は提出していなかったなどの事情も浮かびます。何にせよ身元につながる情報を拾えないのは、彼と社会の間に隔たりがあったからでしょう。最後に X の正体へ迫ります。これまでの情報を整理すると、彼が亡くなったのは3月上旬から中旬。栃木県芳賀郡市貝町の平均気温は10度前後で、最高気温15度の日もあるようですが、最低気温は3度くらい。当時の気象条件にもよりますが、公園や河川敷で寝泊まりする生活だったとすれば、もっと寒さを感じたかもしれず、歯の治療にも通えない、栄養状態の悪い状況であれば、衰弱したまま命を落としたとしても整合性が取れる。身元不明の X はホームレスだったのではないでしょうか。その場にいた仲間は彼を寝床で発見した。だからこそ遺体は靴を履いていなかった。ホームレスが車を持つことは難しいと考えられがちですが、X 自体が車上生活者で、亡くなっている状態に気づいた仲間は、彼の車で現場へ運んだかもしれません。服装から考えると彼が車を持っていたとしても納得できるし、ホームレスであれば、ゴミステーションの存在を知っていても驚きではありません。仮にその場所を知らなかったとしても、ゴミ置き場を見る習慣があれば、ゴミステーション近くの竹やぶへ遺棄することも思いついたでしょう。要するに X は手にかけられたのではなく、自然に亡くなった。行政や警察への通報に抵抗を持つ仲間が現場へ運んだのではないでしょうか。ただし警察はあくまで第三者によって命を奪われたと発表しているので、新しい証拠が発見されることもないとは断言できませんが、28年ほど経っても身元不明なのは、彼が日の当たらない人生を歩んでいたからかもしれません。この事件は情報も集まっていませんが、苦しい生活を強いられる人が減るよう願うばかりです。X の身元が判明することを心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか。1999年、東京都で帰宅途中の若い女性が新築工事現場から遺体で発見されるという事件が発生しました。被害者は服を脱がされた半裸状態、刃物で両手首を切られ、首には絞められたような痕跡も見つかり、不審人物の目撃情報は寄せられましたが、犯人につながる手がかりは得られていません。さらに彼女が普段通らないルートを歩いた理由も解明されないままに14年以上未解決。女性はなぜ暗い道を選んだのか、現場近くで起きた不審者出没と関連しているのか、今回は姿の見えない犯人に迫った世田谷新町 OL 事件の真相を追います。まずは事件概要からご説明します。1999年7月12日午前7時40分ごろ、東京都世田谷区新町2丁目にある一戸建ての新築工事現場では若い女性の遺体が発見されました。現場は新玉川線、現在の東急田園都市線、桜新町駅から南へ約350メートル、国道246号線から北に約150メートルの住宅街で、
第一発見者はこの工事を請け負っていた大工さん。見つかったのは1階台所、仰向けに倒れ緑色のビニールシートがかぶせられた状態でした。基礎工事が完成し、壁はビニールシートで覆われ屋根もできている段階。工事は7月10日まで毎日行われていました。亡くなった原因は左手動脈を切られたことによる出血性ショックですが、首を絞められた後も確認され、着衣に乱れがあり下着は履いておらず、すぐ横に丸められていました。足の裏には土が付着し、手足の擦り傷と顔に殴られた跡も残されています。女性は身長160センチメートルの痩せ型、黒色のキャミソールと緑色をベースにした花柄スカートを身につけていました。警察は身元の割り出しとともに周辺を捜査。するとニュースを見ていた友人女性から、服装が似ているという連絡が寄せられ、遺体は広告代理店勤務の優さん、当時25歳と判明するも、彼女が持っていたショルダーバッグとサンダルは見つかっていません。優さんは現場から350メートル離れたマンションに一人暮らし、当日は友人女性と食事した帰りでした。では判明している彼女の行動をお伝えします。7月11日午後8時過ぎ、優さんは友人と渋谷にある和食レストランで食事をしました。1時間後の9時に2分プリクラを撮影、その後30分後に池尻大橋にある馴染みのバーでお酒を飲んでいます。翌7月12日午前12時8分、バーを出て近くのコンビニで別れ、友人にまた電話すると言い残して池尻大橋駅の階段を降りたところまでが最後の目撃。この後12時17分もしくは24分発の電車に乗車し、桜新町駅で降りたと想定されました。桜新町駅から世田谷区新町1丁目にある自宅マンションまでは約500メートルと徒10分です。友人によれば、彼女はいつも明るい繁華街を帰宅ルートに選んでいたと。事件に巻き込まれた現場はそこから外れた道沿いに存在し、どちらかといえば複雑に入り組んだ閑静な高級住宅街で、なぜ帰宅ルートを変えたのかは明らかになっていません。続いて彼女の経歴をご紹介します。優さんは千葉県出身、1994年埼玉県にある短大を卒業した後、東京の広告代理店へ就職し、ファッション雑誌の広告を担当していました。週末は同僚女性と表参道のディスコクラブへ足を運んでいましたが、店員の話では週に1回のペースで金曜日や土曜日に訪れ、あまり目立つ雰囲気ではなく、事件前に会った時もいつもと変わらなかったと証言されていることから、人間関係や金銭面のトラブルではありません。つまり彼女は通り魔的犯人に襲われたのです。次に現場周辺をお話しします。優さんが襲われる1ヶ月前の6月上旬午後7時、現場から100メートル離れたアパートの敷地で女子高生が首を絞められる事件が発生し、その時近隣住民が通りかかったことで犯人は逃走。6月中旬午後9時には現場近くの路上で帰宅中の女子高生が背後から手首をつかまれ、住宅の壁に追いやられるという事件も起きました。この時彼女が悲鳴を上げたことにより犯人は逃走。いずれも黒っぽい服装の男が目撃されています。さらに事件発覚の前日となる7月11日午前12時40分ごろ、現場から約 2km 離れた世田谷区鶴巻3丁目では猥褻未遂事件も起きており、女性を助けた男性会社員が警察へ通報し、パトカーが出動する騒ぎに発展しました。しかしこれら3件すべて犯人が検挙されておらず、未解決のまま彼女の事件に関連しているか判明しないものの、発生時期や距離が近く、狙われたターゲットも若い女性であることから、優さんを手にかけた犯人の可能性は否定できません。女子高生と20代女性では雰囲気も異なりますが、若くて爽やかという共通点が存在します。もちろん人によって受け止め方は違うものの、猥褻行為が目的であれば自分を受け入れてくれる、有利な立場に立てる相手を求める傾向にあり、社会経験豊富な女性は対象にならない。すなわち犯人は若い女性を支配することでしか自己肯定感を満たせない独身の中年男性ではないでしょうか。そのため一人に執着せず、次から次へとターゲットを変える。犯行には計画性がなく、自分の居場所に入ってきた好みの女性を襲った。だから彼女との接点も見当たらず、目星がつけられないのかもしれません。優さんはなぜ帰宅ルートを変えたのでしょうか。ここでは地理的環境を踏まえ検証します。彼女の自宅マンションは分かっていますが、
個人情報に抵触するため詳細は控えさせてください。普段使っていたルートは確定しないものの、当日歩いたのは20メートルから30メートル間隔で、街灯の立つ横幅2メートルほどの道。しかも現場は高級住宅が立ち並ぶエリアです。当時周囲の家もほとんど建設途中で、暗く静かな場所でした。駅から西へ向かい、サザエさん通りを通れば桜新町交番が存在し、駅から東に向かい旧大山街道を駒沢大学方面へ500メートル歩いて左折、そのまままっすぐ国道246号線を抜けるなら、住宅街を歩くにしても暗い場所は少ない。近道を選ぶなら旧大山街道のルートですが、当日優さんが歩いた道はその2つと異なる、気まぐれで選んだとも考えられますが、いつも決まった道を帰る彼女がその日に限ってルート変更したのは、執拗なナンパ、もしくは不審者に尾行され、その恐怖から逃れる目的で現場へ続く道へ入ったのかもしれません。だとすれば犯人は駅周辺で優さんを見つけ、ターゲットに選んだ。あくまで憶測ですが、彼女はいつもサザエさん通りを使っていたけど、この日は夜遅く、そのルートを通ると自宅まで遠回りになる。近道を帰ろうと旧大山街道を歩いていたら、背後から近づいてくる男に気づき、とっさにルートを変更したのではないでしょうか。当日午前12時は1ミリの降水量を記録し、1時以降は降ったり止んだりを繰り返しながら、2時に 1.5 ミリ以上の雨が降りました。優さんが桜新町駅へ着いた時は、霧雨くらいで傘をささずとも歩ける程度ですが、わざわざ近道でもないくらいルートを選ぶ理由は見当たらず、不審者に追いかけられたからとしか想定できないのです。犯人は誰なのでしょうか。ここからはこれまでの情報を整理して考察します。優さんを襲ったのは7月11日午前12時40分、世田谷区鶴巻3丁目で女性にわいせつ未遂を行った男と同一犯ではないでしょうか。6月に女子高生を狙った人物とも同じかもしれません。女子高生が首を絞められたのは、今回の現場からわずか100メートルしか離れていない。世田谷区鶴巻3丁目で起きた事件は現場から2キロメートル離れていますが、深夜帯であることは一致しています。犯人側からすれば、女子高生を狙って失敗したから今度は時間帯を変えよう。深夜なら人目もないし、一人で歩く若い女性を襲える。そう思い立ち、鶴巻3丁目で事件を起こした。ただしそれは男性会社員の登場で目的を果たせなかった。次こそ何が何でも実行したいと決意したのでしょう。鶴巻3丁目は桜新町駅の北側。この時も駅周辺でターゲットを探しタイミングを図っていた。そして失敗に終わり、翌日は駅の南側へ移動した。2人の女子高生と優さんの事件現場を踏まえると、犯人の居住地は世田谷区新町1丁目から2丁目、この付近に自宅を構えていたと思われます。なぜなら現場の新築工事現場は生活道路に面しており、大通りからは確認できません。7月10日土曜日に工事が行われ、翌11日の日曜日は休日で誰もいない。この辺りの環境を知らなければ、彼女をあの場所へ連れ込もうとは思いつかないのではないでしょうか。事実、周辺にはアパートや民家も存在し、いくら真夜中といえど人の気配を感じられない地域ではありません。無論当時は開発途上だったかもしれませんが、仮にも東京23区内、多くの人が住んでいるし、田舎とは全く違います。そのためたとえ騒がれたとしても、暗闇に姿を消せる場所、自分の逃走経路を熟知し、絶対に捕まらないと自信が持てる地域で犯行に及んだのです。もちろん通りすがりにチェックして、あの現場なら誰にも見つからないと覚えていた可能性もありますが、新築工事現場を細かく確認するのは、それを請け負った関係者と施主以外に工事車両の出入りや音を気にする周辺住民、単なる通行人であれば二度と通らないこともあるし、何回か見ただけでは場所を思い出せないかもしれません。だからこそこれらの問題を全て解決するのは、近所に住んでいた男としか説明できないのです。おそらく警察も犯人像は見えていたと考えられますが、犯人は優さんの命を奪ったことで見つかることを恐れ、しばらくはおとなしくしていました。世田谷区新町の治安は分かりませんが、この事件の後防犯意識が高まり、類似する事件は発生しておらず、同じ手口の犯行も確認されていません。当時は今ほど情報が流れなかったので、ネット上に存在しないだけで、現実には不審者が現れる事件もあったと感じられますが、
そういう話も聞こえてこないことから、彼女を手にかけたのは衝動的犯行で、優さんを従わせようと首を絞めわいせつ行為を達成させた。しかし顔を見られたから、このままでは捕まると思い、左手動脈を切って大量出血させ、彼女の命を奪ったのではないでしょうか。最後に一つ、ショルダーバッグとサンダルが発見されないところから別の角度でお話しします。優さんは本当に駅から歩いて帰宅したのでしょうか。友人は池尻大橋駅の階段を降りたところまでは見ていますが、実際電車に乗ったかどうかは不明。もしかしたら構内で声をかけられ近くに止めた車で、家まで送ってあげると言われたかもしれません。そして新築工事現場へ連れ込まれ手にかけられた。下着は放置されたままなのに、ショルダーバッグとサンダルがなかったのは、車に残されていたからです。犯人の移動手段が徒歩か自転車である場合、ショルダーバッグを奪うのは金銭目的という動機も浮かびますが、サンダルを持ち去る理由は解明できません。戦利品に奪うとしても明かりのない場所で、脱げたサンダルを見つけるのは簡単ではないでしょう。懐中電灯やペンライトを持っていたとしても、その場から早く逃走したい犯人が夜な夜な探すでしょうか。ただし女子高生を襲った時または、鶴巻三丁目の事件で DNA が採取されたかもしれない。ここに放置すれば指紋や唾液から身元が割れるかもしれない。そう思って持ち去ったとも考えられますが、前科がなければ DNA データは存在しないので特定されません。男はこれまで何度も同じことを繰り返し逮捕されておらず、それを知っていたはずなので、やはりショルダーバッグとサンダルが現場になかったのは、車が使われたからと言えるかもしれません。犯人は自分の欲望を都合よく正当化し女性を襲っていますが、その行為は後に自分の首を絞めることにもつながります。この事件は手がかりもありませんが、女性を狙ったわいせつな犯罪が減ることを願うばかりです。優さんのご冥福を心からお祈りいたします。ご視聴ありがとうございました。あなたはこの事件をどう感じましたか？